さんお疲れ様です。お疲れ様です。今日ついに親孝行企画ということで、はい、確かに親とはずっと会ってない気がするんだけど、あったかな。正直どうですか、緊張しますか、こういうの。別にしないけど、あんまりそんなに親とはもともと全然疎遠だし、まあ、今回はちょっと親孝行企画ということなので、はい、この間ハワイだったからたまにはいいかなと思って。いきますか。はい、じゃあ席についていただいて、はい、これからゆうたさんに会うんですけれども、はい、どうですか、なんか心境というか。あ、とても楽しみです。こちらの青汁ヒルズ、私ずっと来たいってゆうたには言ってたんですけれど、2年前ぐらいでしたっけ、ここまで来たのって。その時行かせてって言ったんですけど、今忙しいから落ち着いたらねっていう話だったので、やっとこの日が来て、あの今日来れてとても嬉しいです。楽しみです。あ、久しぶり。元気だった？まあまあ元気そうだね。うん、嬉しい。はい、どうぞ。じゃあご対面ということで、はい、はい、2人ともどうですか、お久しぶりに会うのは。だめだ、ほんと久しぶりに会ってるから、うん、あとまあ成人してからほとんど多分会ってないんで、数えることしか会ってないと思う。そうかな、成人してから。そうかな、成人したっていうか18歳ぐらいから、うん、勝手に自分でやってたから、うん、ね、うんうん。でも去年の1月にうちに遊びに来てくれたよね。あ、やっぱり1年半ぶりぐらいかな、ね、ぐらい今回、うん、そうなんですね。ちなみになんか今回は親孝行ということで、うん、2人で食事するのってこういう機会になります。あ、それは2人で食事するのはもうないよ、20初めてかもしれない。いや、初めてじゃない。初めてじゃない。そういうレベルでしょ。本当に久しぶりですね、うん。ちなみに竹田さん、今日あのお寿司ということなんですけれども、はいはいはい、どこのお寿司を選んでいただいたんですか。だるま寿司。はい、あ、どうも、はじめまして。いつもありがとうございます。あ、いや、こちらこそ。どうも、はじめまして。はじめまして、よろしくお願いいたします。3代目だるま。3代目だるま。1代目、2代目は仙台。仙台が、そうですね。正式名称は3代目。3代目だるま。じゃあ今日は美味しいご飯を食べて、じっくり話してもらえれば。はい。このバッグ、あの、ゆうたが還暦のお祝いに送ってきてくれたもので、ね、あのネットで金額を見てびっくりしちゃって、こんな高いバッグ触ったこともなくって、いつもはもう大事な箱に入れて家の、家に安置してあるんだけど、今日あのこういうのをもらったっていうことで持ってきてみました。これを機に。あの使えます、うんうん、大事に。なんか2人ともぎこちないですね。ちなみにゆうたさんから、うん、こういうプレゼントをもらうことって初めてだったりしますか。プレゼントをもらったのは小学生の頃とか、ディズニーのグラスのセットだとか、エプロンだとか、帽子だとか、プレゼントはしてもらったことはありますけど、もう大人になってからは、ね、ないね、うん。でもお金をくれたって。生々しい。生々しいけど。はい、じゃあ食べますか。食べますか。じゃあ食事しながら。はい、はい、じゃあいただきます。いただきます、うん、美味しいですね、うん、美味しい、うん、美味しい、うん、うん、痩せた、うん、痩せてません。何キロ痩せたの？お母さんこれ5キロぐらい、うん、お母さんも5キロぐらい痩せたよ、あの、うん、北見で撮影した、うん、あの時から比べると、うん、この間ね、おじいちゃんの家に行ったら、うんうん、なんか古い写真を処分するって言って、うん、なんか箱にいっぱい写真入ってて、うん、子供の写真処分されるのも嫌だから、うん、もらってきたの、うん、で、ゆうたに1回写真、お母さんのところにある子供の頃の写真全部送ったよね。うん、あれどこやったの？ラトゥールの、うん、じゃあどこやったのって、どこやったの？そう、あれなんかなくて、だって送ってあげたんだよね。多分これ 2,3 歳の写真なんだけど、うん、ほら、こうやってます、うんうん、ほら整形って言われるから、うん、整形じゃないよっていうの。なんか整形ってすげー言われるんだよね。同じ顔だよね。ほら、この顔なんかすごい。あ、これ見て見て、チャーちゃん、うん、ほら、うん、いい写真だよね、うん、でお母さん1990年、うん、
整形じゃない証拠、うん、置いときますね。こういう食事は結構思い出になるの。そうですね、うん、思い出になる、久しぶりに会えて嬉しいもん、うん、嬉しい。別に普通だね。え、嬉しくないの。別にそんな人だって嬉しいとか思わなくない。人じゃないよ、お母さん。そういう感情がないかな。照れてるだけですか。ね、うん、やっぱり私も親のことが大事だから、うん、親のことって一日の中で何回か思うことあるんだけれど、うん、やっぱりちょっと忘れたり、うん、ポッと忘れる時間があって、でも子供のことってあと1分1秒ずっと考えてる。そうかね、本当、うん、常に案じてる、うん、うん、もう34年間ずっと。どうかな。そうだよ、親になったら分かる。そうな、そういうもんかな。そういうものなの、覚えといて、うん、できれば結婚をして、うんうん、まあ、結婚しても子供を持たない選択っていうのもあるのかもしれないんだけれど、うん、親の気持ちとしては、個人的な思いとしてはやっぱり自分の子供を持って、うん、自分より優先させる存在、うん、そういうものを持つ経験をしてほしいなって、うん、人間的にも深みが出るというか成長できると思うから、うん、だから与沢翼さんみたいに、うんうん、自分の家族を持って、うんうん、そこでこう幸せに幸せをつかむというか、そんな風にユータになってほしいなって最近思うかな。うん、もう子供持ってもね、いい年齢だからちょうどいい年齢かもね。若すぎもしないし、いい旦那さんになるかどうかはちょっと分かんないんだけど、いいパパにはなると思う、うん、きっと。外国のね、お子さんたちと触れ合ってる動画とか見ると、うん、きっと自分の子供ができたらいいパパになって可愛がるんじゃないかなって、うんうん、そういう気がして見てるかな。結婚はどうなんだろう。したいんでしょ。しなくていいんですか。あ、でもさ、はるきかいくんとね、うん、複数で同行とかさ、清涼とかね、みさきりんとかね、うん、そういう、うん、どうしてそういうバカなことを。やっぱりほら、ホストのわざわざホストのイベントのために伏線でやっぱやっていかないと、期待値を落としてもいいかな。そういうことをやってたらまともな人なんて結婚してくれないよ。そうだよ、まともな人がいない。まともな人がいないから面白いんだよ、うん、でもまともな人と結婚したいでしょ、うんうん、でも来てくれないよ、そういうことをやってると。まともじゃない方がいい。まともじゃない。まともじゃない方がいいけどね、正直。いや、女の子も、うん、いや、お友達はなんかまともじゃない、ヘズマさんとか好きだってこの間言ってたよね。ヘズマは友達じゃないけど、まあ、変な人が好きだ。まともなのって面白くないかな。まともな人にそばにいてもらわないと。まともじゃない同士じゃちょっと。まともな人なんていらんか。お母さんは結構ゆうたさんのチャンネルとか見ますか。見て、全部見てます。インスタもツイッターも YouTube も全部見てます。今までの動画の中で、うん、この動画好きだなっていうのってあります。最近上がってる海外の動画の中で、本当つい数日前にフィリピンの、うんうんうん、スラム街行った動画は、うん、とても良かったと思う。あ、そう。うん。うん。本当に目で見て肌で感じるような、うん、なんか臨場感があるっていうか、うんうんうん、見てる側からしても、本当に見てる人たちの価値観も変えるような、うん、本当になんかいい活動をしてるんだなって、うん、うん、思いました。インドとかカンボジアとか、あ、それもいい動画でしたけど、で、その前に、グアテマラ、うん、だっけ、あの危険な、うん、
治安の悪いところ、そういうのが出た時は何やってんのかなってちょっと思ってもいたんですけれど、からあのコメント欄でもそんな危険なところにお家行かないでくださいとか、何かあったら大変ですよとかね、危険だから面白いんだ、お母さんはどう思ってるんでしょうって、お母さん心配してます危険な国に行くの面白いけど逆にそのゆうたさんのチャンネルの中でこの動画あんまり好きじゃなかったなとかって、ちょっとゆうたさん聞きづらい、あんまり聞きたくないかもしれない、ありますか？それも割と最近なんですけど、タイで腸内洗浄してる動画を見たときは情けなくて涙出た。なんで情けない？なんであれ情けない？なんでそんなことしなきゃ、しなくてもいいことを。腸内洗浄した方がいいじゃん。いやいや、でもね意味があるの？ダイエットなりし、美肌なりし。でもそれを皆さんも人様にお見せして何か。そういうのだって YouTube やってたらね、ネタとしては必要じゃん。いやでもね、あの子供の頃腸の大きい病気をしたんですよ。でも本当にあれを治すのに大変な苦労したのに、もしそれが刺激になって再燃したりしたら、いや兵じゃなくて大変だよねどうするのそんなことになったら。仕方ないじゃん。いや仕方ないじゃなくお願いだからやめてそういう倫理観みたいなのがないから分かんないんだよでもね、こうやってもう一人で大きくなった顔して座ってますけど、大変だったんですよ青汁さん育てるのって。子供の頃どんな感じなんですか？まあ、赤ちゃんの時はもうとにかくよく泣く子で、2ヶ月3ヶ月ぐらいまではずっと抱っこして育ててました。下に置くとギャーなのでベビーベッドも用意してたんですけど、ほとんどまあ、夜は添い寝なので、あの昼寝はもう私がずっと抱っこしてたから、ベビーベッドは使うこともありませんでしたね、あまり。子供の頃から結構活発なお子さんだったんですか？活発というんではあの気難しい子ではあったよね。それは分かる？分からんけど。分からない、例えばビスケットの端がちょっと欠けててもダメなんです。へえ、こだわりがあるというか、やっぱ自分の思い通りにならないといつまででもごねる思いが叶うまでずっと言う方だったよね、うん、それはいいことだと思う。いいこと、それも今も生きてる。やっぱ自分でやったことを叶えるために何でもできる。そうだね、うん、どんなことでもできるからね、うん、プラスになったんだね。それは今だ、生きてるわ。そうだね。で結構エネルギーの塊みたいな感じで、でうん、絶対諦めない。諦めない、昔からそうなのでお友達とのトラブルも結構あって、謝って回りましたね私。それは覚えてる、うん、ごめんなさいは、ごめんなさいでもなんか気に食わないことはやっぱりなんかこうずっと折れないところを持ってたから。折れないね、うん、やっぱそこがトラブルの引き金になって、うん、あのそんな大した話じゃないかもしれないんですけど、私としてとってもほっこりした嬉しかったなっていう思い出が、ゆうたが遠足に行って、うん、あのお友達と卵焼きをなんかちょっとずつ分けっこしたんですって、うん、だ帰ってきてお母さんの卵焼きが一番美味しかったって言ってくれて、それがとっても嬉しかった。これお母さんならみんなこの感覚わかると思うんだけど、うん、なんか可愛いなって思った。お母さんの目線から、うん、今ゆうたさん見て、うん、なんか直してほしいところとかあります？直してほしいところはやっぱりあの体が資本なので、うん、体を大事にしてほしい、うん、まあ、健康診断行くとか、うん、あとは危険な事故に遭わないように、うん、海外に行って闇を暴くとかね、うん、そういうことを言ってますけど、なるべくそういうことはしないでもらいたいね、うん、まあ、でも面白いけどね。いや面白くても何かあったらうん、なんでお金持ちになれたのかなっていうのは客観的に聞いてみた。自分がこうある程度お金持ちになれたのはどう、なんでだと思う？金に執着しまくってた？いやそんな
こともなかったと思うんだけれども、何かやっぱり詳細があるんだろうね。やっぱお母さんから見てもそういう才能というか。いや、感じませんでした。別に勉強はできなかったよね、大して。うん、あ、うん、あまり。あまりとか、ね、やらなかったからね。やらなかったかしらね。でも、受験勉強の前の日に、初めて机に向かってる姿を見て、ゆうたが机に向かってるって私、下で騒いでましたから、ね、でも、ちゃんと受かって高校生からね、手元離れて、やっぱりあの時はあのすごく寂しくて、毎日泣いてて、階段の下のところからあの2階に向かって、ゆうたって叫ぶの。いないの分かってるんだけど、あ、もしかしたら返事するかなって。あ、やっぱり返事来ない、やっぱり行っちゃったんだ、いないんだって、ボロボロ泣いて、で買い物とか行ってね、ゆうたの好きなものを、食べ物を見つけると、そこでなんかポロ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 立ち止まって泣いたりとかしばらく。でもね、1ヶ月に1回停学になって、うん、7月にはもう家に帰ってきちゃった。そうなんだ。高校タイム、高校タイム、泣いてる間もなく大学になった。そうなんですね。寂しいって泣いてたんだけど、すぐね、戻ってきてくれた。そう、もう1回そして違う高校に転入させてくれて、それは良かったです。あ、もうあれで働きなさいって言われてもしょうがなかったのね。でもまたそしたら次の新しい学校も退学になった。そうそう、退学になったっていうか、通信制に行けって飛ばされたみたいな感じだったの、確か。なんでだ、あれダメだったの。別に変なことしない気がするんだよ、あの時。なんでか分かん、なんでなんだろうね、なんでって言われたんだよ。いや、それはお父さんが言って聞いてくれたみたいな。なんて言ってたのかな、言うこと聞かないみたいな。そうだったのかな。学校にあんまり行かなかったし、単位も危なかったんだ、確か。このままだといられないから通信制に行けって言われて退学みたいになって、よかった、それは。でもね、あの2回退学になって、でもちゃんと3回目あのが用意されるっていうことは、やっぱりお父さんのね、財力には感謝だよね、だってその3回目の学校なんて年間5日ぐらいしか行かないのに卒業できたから、それ超良かったよね。その時もこいつどうなるんだろうなって思った。思ってた、ね、それは思うよね、それいろいろ思い出してきて、それで年間5回ぐらいしか行かなくていいのに何もすることなくて、どっかのテレアポかなんかでバイトしようと思って面接に行ったんだよ。そしたら落とされたんだよ。誰でも入れるって言ってるような会社に、バカでも入れるみたいなこと言ってる会社に落とされて、これじゃダメだってことでスロットを始めたんだ。あれがないとどうなるか分かんないです、よかった、あの時スロットとかやってないと多分お金持ちになれなかったと思う。最初寮に、あの全寮制の高校、札幌日大高校、3ヶ月ぐらいで退学になって、で10月からあのクラークの全日制の方に入って、その時学生会館に入れたんです。だから学生会館もクビになったよね。ああ、なった。ね、その時はあの寮の管理人さんから電話がかかってきて、もううちでは見れませんから一刻も早く出てってくださいって言って、で新しい学生会館探して。学生会がクビになるってすごいね。すごい、どんだけわがまま言ったんだろう。そうだ、それで違うところに行って、 そこでアフィリエイト、あのスロットをやりながらパチンコですごく買ってよ、パソコン買ってアフィリエイト始めて、すげえ儲かったんだよね、それで自分で家借りて引っ越したの、新居に。正確に言えば専門学校に行ったよね。確か行ったわ。行ったよね。でもやめて。でもお母さん入学式に行ったもん。あ、そうだ。専門学校行ったか。行ったんです、専門学校。あの専門学校行ったけど、その時からもう専門学校行った時時点で月100万とか稼いでたはずなんだよ。あ、すごい。そんなの意味ないみたいになって、それはクビになったとかじゃなくて普通に。あ、やめたんだよね。そういうことやらないで、基本100万ぐらい稼げるようになってたから、
こんなところに行っても意味ないみたいになって授業がくだらない、ね、そうだから分かりきったことそうしたらいいみたいになってやめたんだよ、うん、でスロットやったのが大きかったけどなあれあれですごい学んだ、うん、ちなみにお母様から見て今後ゆうたさんに期待する YouTube 活動は、うん、今回のフィリピンの動画見て、うん、ファン一号として痛く感動したんですけれど、うんやっぱり子供の笑顔っていいよね、うんうん、だからそういう子供を笑顔にできるような、うんうん、それは海外でも、まあ、国内でも、うんうん、そういうなんか社会貢献っていうのかなそういう活動を何かこう人のためになるような、うんうん、せっかくお金あるんだから、うんうん、9月で国税の件も一旦落ち着くんだもんねね、なんか気が遠くなるような4年って聞いた時はねそういう気持ちがしたけど、うんね、でも、うん、あの時お母さん言ったのちょっと覚えてる、うん、この4年があったから今の自分があるんだって思えるように頑張ればそれでいいんだよって言ったの覚えてる、うん、覚えてる、うん、やっぱあれがあったからここまでいろんな人に見てもらえるようになったし、うんでもやっぱり会社やってた方が良かったなとか思う時があるからこれからそれは挽回しようかなと、うんね、またこれから9月から心機一転で、ねうん、スタートだから、うん、でもやっぱああいう理不尽な経験があったから、うん、そういう、まあ、同じような目というか理不尽な経験をしてる人たちにも手を差し伸べたいなって、うんうんうん、国税の件で一番親から見て、まあ、これはもう親の気持ちなんですけどかわいそうだなと思ったのが、うん、馬主の資格剥奪されてせっかく買った馬を手放しちゃったっていうのが、うん、あれが一番残念だったかなって、うん、また取れるんでしょ、うんうん、取れるんじゃないかな、うん、いやもうぜひゆうたの馬が走る日が、うん来ることがもう楽しみにしてるから、うん、そうお馬さんが大好き で中学校の時もアイドルのポスターとかみんな部屋に貼ってあるじゃないですか、うん、ゆうたは馬のポスターだもんね、うん、部屋中が、うん、だからねそういう夢が叶う本当に志半ばでダメになってしまって、うん、あれがちょっと残念だったかなと思うけど結婚相手はいないの、うん、いないね、うん、でも唯一紹介してくれたのが、うん、去年8月ぐらいに動画上がったからもう言っちゃって大丈夫かなと思うけど、うん、ユンコロちゃん紹介してもらったんだよね、うん、でとってもいいお嬢さんで、うん、本当に綺麗な子だしでも何と言っても、 もう気持ちが優しい子でしっかりしてるしもうそこにいるみんなが気持ちよくいられるような気遣いのできる子で、うん、ユンコロちゃんは復縁はないのかな、うん、それはないんじゃないお願いしてもダメなのかなあの時とやっぱ違うからねいろいろああいう子がねそばにいてくれたらね本当に安心できる親としては、うんユンコロちゃんとお母さん LINE つなげてもらってるから、うん、8月にユータと出た時に、うん、見たよって連絡しようかなとも思ったんだけど、うん、もしユンコロちゃんにとっていい思い出じゃなかったとしたら、うん、バカ男とかもし思ってたとしたら、うんね、バカ男の親から連絡来るの嫌かなと思って、うんいやさっき言ったね、うん、最近の、うん、ほら危険な国に行ったり、うん、で行って撮影したりとか、うん、闇を暴く系の撮影、うん、そういうのが心配だよっていうのは実は去年ほら今ぐらいにねちょっと悲しいことがあったからやっぱそういうのを含めて心配してるの。うんうんすごく迷惑かけてもらって、うんまあ、あの時美穂さんにね、うん、
LINE つながってるから、あの救急車で運ばれるっていう、うん、それを見てびっくりして、本当になんていうのかな、もう自分 の、ま、の周りの風景とか足元とかがもう崩れ落ちるような、本当にもうそういう感覚になっちゃって、もう本当今話しても声震えるんだけど、あのそのうち雄太ともちょっと短いライン交わせたからっていうことが、ちょっとやっぱり、まあ、トラウマじゃないけど、うん、そういう思いがあるから、とにかくあの体に気をつけて、もう命を大事にしてほしいなって思う。そうだよね。うん。そう、うん。お母さんより長く生きてもらわないと困るんだから。まあね。うん。で、あの時、うん、あの実際ね、毎日7時になると動画が上がってたでしょ。いや、話せないね。うん。7時になるのがもうお母さんも憂鬱というか恐怖に近い気持ちで、でも毎日毎日あの7時が怖くて、でお母さんでさえこうなんだから、あの当事者である雄太がね、どんな気持ちで7時を迎えるのかなって考えると、とっても辛かった、いたたまれない気持ちになったかな。うん。あとはね、あの北見まで行かれて、でほらお父さんの病院を移したりとか、お父さんとおじいちゃんがよく通ってたお店とかってツイッターに上げられたりとか、あのおばあちゃんの家の近くの公園をね、こう歩いたりだとか、そういう動画を上げられて、あのおじいちゃんも怖がっちゃって、あのおじいちゃんの家の郵便受けに、あの家族の名前が書いてある表札、紙でできたものを入れてあるんだけど、まあ、怖くてそれも抜いたって言ってて、やっぱりみんな怖がってたよね。うん、あの妹もね、あのちょっと体調思わしくなくなっちゃったしね。そういうのを本当に止めさせたいから、うん、そうやって家族まで迷惑かけることになるから、うん、自分がいたらそうなるんだなと思ってああいうことをしちゃったんだ。いや、それは違う、それは違う。でも結局そういう、まあ、嫌がらせの150個以上動画を上げたりとか、うん、まあ、するやつもそうだし、まあ、あとは自分の動画でも言ってるけど、その越山浩二っていうのが、うん、でまあ、本当に今横領して10億円が賠償とかになったりして事件になったりしてるけど、うん、そういう人はすごい逆恨みでね、うん、まあ、ずっとやってきてて、うん、それに負けちゃいそうになったりとか、うん、なんでこんなに不尽なことされるのかなとか、うん、すごい悩んで本当に苦しくて、うん、毎日考えてるけど、最近決めたのが、やっぱこれだけ応援してる人もいるから、うん、きちんとそういう人たちがやったことをちゃんとね、うん、まあ、なんだろうな、みんなに知ってもらって、うん、ちゃんと戦っていこうと思ったから。お答えください。この時期はなぜ行われたんですか？開口拒否しました。お酒の皿ですね。はい、どうも。ネットストーカー1号の峰島です。2号の越山です。ということで。もう負けないから大丈夫。うん。ね、負けないで、本当に、うん、今応援してる人もたくさんいるから、うん、そうだね、うん、感謝しなきゃね、うん、もうね、周りのスタッフさんも本当に、今日お母さん初めてお会いしたけど、いい方ばっかりで、うん、うん、人に恵まれてるから、うん、頑張って。どうしてこんなことになるのかなって、なんでこんな障害がある人生なのかなと思ったけど、うん、それももう運命だと思って受け入れて、うん、しっかり戦っておこうと思って、うん、だからもう家族に迷惑かけることはないし、うん、いや迷惑とは、うん、でも誰も思ってないから、うんうん、だって家族なんだもん。僕はもう視聴者の人が一番分かってくれてると思うから今、うん、頑張ります、うん、安心した、うん、ね、頑張ってね、うん、どうもありがとうございます。こちらもあ、嬉しい、ありがとう、うん、普段こういうことしないけど、たまにはこういうことを見返ったり、これも
しかった、うん、ありがとう、今日は楽しかった、うんうん、またね、うちの方にもそうだね、ね、うん、ふみちゃん、ありがとう、ありがとう、元気でね、はい、元気だったね、はい